ケントチャンネルへようこそチャンネル登録もよろしくお願いします今回は12月10日のゆかプぷちに掲載された私の連載コラムを紹介したいと思います解説も入れておきます韓国が持ち回りの議長国として年内開催を目指していた日中韓首脳会談サミットは複数のメディアが年内見送りと伝えている いわゆる元徴用工問題について明確な解決策を示せない韓国側に菅義偉首相が脳を突きつけたようだが当然である毎年1回の開催が恒例となっている同サミットは去年は12月24日に中国の四川省サイトで開催された日本からは 安倍晋三首相当時中国は李克毅首相韓国はムン・ジェイン大統領が出席した議題は北朝鮮情勢や経済環境高齢社会人的交流などだったようだが日本にとってメリットがあったとは到底思えない北朝鮮問題では中国が率先して国連の制裁を破っており拉致問題の解決を相談できる相手ではない経済面でも自国優先で 情報をひた隠しにする国家と真面目な交渉取引などできるはずもない一方文政権は社会主義的政策で自国経済を自滅へと追い込んでいる日本が手を差し伸べたところでうまくいかなければ日本のせいだと責任を押し付けてくるのは目に見えている韓国の国内情勢を見れば自う持参していた新型コロナウイルス 経営貿易が感染者を抑えきれずに崩壊寸前だ文政権と検察の対立は激化し検事総長を職務停止するなどして支持率を大きく下げた日中間サミットを国民へのアピール材料にしたいのだろうが無視が良すぎるそもそも徴用工を含む日韓間の請求権は1960年の日韓請求権協定で 完全かつ最終的な解決を確認している韓国が本気でサミットを開催したいのであれば人に差し押さえた日本企業の資産を現金化することを即刻やめるしかないサミットを開催できない理由が韓国側にあることを真っ正面から受け止めるのだ日本の首相が国際的合意を守れない韓国と覇権国家を目指す中国の首脳とともに 出席する会議が世界にはどのように映るだろうか国益にならないのであれば開催する意味はないもっと日本ファーストで国民国家のためになる外交をしなければならない菅政権になって河野太郎行政改革担当省が脱犯行を打ち出すなど具体的改革が進められているあの朝日新聞が6日の社説で 日中間サミット、台湾に臨み懸案を語れと書いていたならば逆張りで脱日中間サミットという選択肢があってよいのではないだろうかそういうコラムでしたそこで私が考えたんですけれども首脳会談っていうのは一番トップの一番忙しい一番偉い人たちが集まってお話をするわけですよね その時に世間話だけをして人間関係を深めるというそういうものではないですねしかしそれには例外が一応あるにはあるんですねトランプ大統領が当選してまだ就任していない間に安倍首相がニューヨークまで会いに行きましたそこで1時間半ぐらい、まあ、世間話ではないんですけども重要な話をしました初めての対面でした非常にそれからの日米関係に有効に働きました その間、安倍さんは中国の脅威について、きちんとトランプさんにお伝えしましたそしてトランプさんは会談を通してやはり安倍さんは信頼できる首相である、えー、自分にとって唯一アジアで信頼できるリーダーであるという認識をしてしまいましたその結果、それから4年間日米関係がさらに良くなりました非常に信頼し合える国家になってしまいましたね。 首脳会談をやるとき、普通は前もって、えー、首脳ではなくて、その下のレベルの人たちは、事前に協議をして、これについて話し合いましょう。これについては情報できる。これについては情報できないとか、それを話し合って準備をするんですけども、どうも今回はそれができていないようなんですね。去年から全然進展がないからでしょう。 ですから去年と同じ話し合いになっても仕方ないんですよね今回もしやるとしたら得するのは相手だけなんですね特にムン・ジェインが得するだけなんです話を少し拡大するとすれば習近平を国賓として日本に呼ぶことも同じだと思います懸案の例えば尖閣諸島問題であるとか香港の人権問題について一歩も譲るそういう動きを見せません 来てていいただもも何の意味もありません。逆にですね会わないことに効果があったりすることもあります例えばムン・ジェインがアメリカにトランプさんに会いに行きましたその時マスコミはムン・ジェインがトランプ大統領と1時間2時間ぐらい会談してそして共に昼食をするというふうに大々的に報道していましたけれども蓋を開けてみると大統領と話し合いができたのは23分だけだったんですよ。 これはどういうことかっていうとこれはトランプ大統領がムン・ジェインに対してお前を信用してないぞというメッセージだったわけですよねですから気をつけないといけませんよちゃんと話し合う内容がない限りあるいは相手と何か合意できる内容がない限りそれ合わない方がいいですね政治的な理由だけではダメですかといってじゃあ、えー、この3カ国間で話し合いたいことがあるのであれば それは北朝鮮の拉致問題ですねこれはしかし進展はないでしょう話し合ってもですから今回は合わなくて結構ですいかがでしょうかよかったら高評価ボタンを押してコメントも残しておいてくださいご清聴ありがとうございました <music>